なんとか光が丘にたどり着けたな。バスから降ろしてもらえてよかったよ。ヤマトとタケルくん、名演技だったわね。両親が離婚する前に仲良く暮らしてた場所を見たいってヤマトが言うから、僕もすっかり信じちゃったよ。ああでも言わないとキャンプ帰りのバスから降ろしてもらえないだろう。光が丘団地ってお城みたいに大きいのね。お城じゃないわよ。団地の中は細かく区切られていて、いっぱい人が住んでるの。へえ、人間って面白いね。空も光が丘に住んでたの？うん。俺と空は同じクラスだったんだよな。第三小学校1年2組。俺は第4小学校だった。僕は第5小学校だった。私も幼稚園の頃に。僕もです。少しの間でしたけど。じゃあ全員が光が丘に住んでたのか。ただの偶然とは思えませんね。ともかく今はパンダモンだ。奴は俺たちより先に動き出してる。そうでもないかもしれませんよ。ん？どういうことだよ、幸四郎。二つの世界で時間の流れは違います。ヴァンデモンがこちらに来てから、僕たちがこちらの世界に着くまで一分と経っていないはずです。なるほど。じゃあ、急げばヴァンデモンたちより先に八人目を見つけられるかも。よし、それじゃあ8人目を探しに行こう。ヒコデリモン、テイルモンにあれを。ほらよ、受け取れ。ふん、偉そうに。これは8人目のタグと紋章をコピーしたもの。では本物は。私の手。たとえコピーといえども、選ばれし子供が接近すれば必ず反応する。何としても8人目を見つけ出すのだ。はっ。タケルは覚えてないかもしれないけど、この辺でよく遊んだんだぞ。でも懐かしい気がする。幸四郎くんはどれぐらい光が丘に住んでたの？確か1年もいなかったと思いますよ。きっと爆弾テロがあったからだろうね。爆弾テロですか？君たちは覚えてないかもしれないけど、4年前にここで爆弾テロ事件があったんだ。犯人は捕まらなくて、うちの両親は物騒なところはごめんだって引っ越したんだ。確かうちも同じ。爆弾がどうとか言ってたもの。そういえばそんなことあった気がするな。何？あ、ヴァンデモンのデジモンか。まずい、奴を止めなきゃ。
デジモンがこんなところにまで現れるなんて。怪獣。何言ってるんだタケル。そうだ覚えてる。昔タケルのやつ怪獣を見たって言い張って叱られてた。それってもしかして爆弾テロ事件の時だ。確かにここは爆弾テロのあった場所。あの時もこんな感じだった。そうだ、戦ってたんだ。何かと何かが。あの時見たのは怪獣なんかじゃない。爆弾テロってことになったのか。クロモンは昔タイプと会ってたの？きっと別のクロモンね。でも最初にタイチと会った時にとっても懐かしい気がしたんだ。まずい、捕まるといろいろ聞かれるぞ。逃げろ。大丈夫だろう。そうね、前から不思議に思ってたんです。キャンプにあれだけの子供が来てたのにどうして僕たちだけが選ばれたのか。でも今日謎を解く鍵がつかめました。4年前の事件。ええ、僕たちには4年前にデジモンと会ってたという共通点があるんです。それじゃあ、ひょっとして8人目も。間違いなく、あの事件の目撃者のはずです。だったらもうバンデモンが見つけちゃったんじゃ。光が丘の子だろ。マンモンが安易なところを一匹でうろうろしとったっちゅうことは、他の連中は8人目を探してあちこちに行ったっちゅうことですわ。見つけるんだ、8人目の選ばれし子供。あいつらより早く俺たちの仲間を。でもどこを探すの。僕たちにはもう一つ共通点があります。光が丘から引っ越した。ええ、偶然でないとしたらやはり8人目も引っ越したと考えるべきです。
じゃあ8人目もお台場に。私お家に帰りたい。よし、とにかくお台場に帰ろう。